今回はですね、私の個展の告知をしたいと思います。ちょっと前に告知したんですが、日程がちゃんと決まったので、また改めてね、告知をしたいと思います。4月の12から26、金曜日から金曜日まで2週間ですね、個展を開催いたします。で、場所はですね、原宿にあるザ・マイクロミュージアム原宿というところで行います。こちらはですね、普段は、なんだ、フルイトアートとかのアートのレッスンというかですね、クラスをやってたりするとこなんですけど、それもね、結構人気らしいです。で、そこの会場でですね、今回は個展をさせていただきます。で、場所が、原宿の駅からと表参道の駅から、どっちも同じぐらいの距離なんですよね。10分ぐらい歩くんですが、あとちょっとね、住宅地の中みたいな感じなので、もしかしたら迷子になるかもしれません。私も一回行った時にちょっと迷ったので、少し迷ってしまうかもしれないので、もし来る方いたらですね、ご連絡いただけたらと思います。それか、ちょっと近くまで来たら、近くまで来たけど分かりませんって、まあ、私知ってる人だったら私に連絡いただくか、マイクロミュージアムの方に電話をしていただければと思いますね。ちょっと覚えてしまえばね、中に入るこの路地がね、Google マップでもちょっとよくわからないところにあるので、端っこじゃなくてね、ちょっとね、中に入ったところなんですよ、住宅のちょっと中なので、わからないなって思ったらご連絡ください。で、今回の展示では、今までメインでは出してなかったアルパカちゃんのシリーズと溶けちゃったシリーズとかの立体物も展示します。あと、アルパカちゃんのね、 2D の、 絵の方はまだ一回もどこにも出したことがないんですけど、それも出します。で、あとは私のイーライの絵とですね、昔から描いているポップシリーズ、今回のタイトル、ポップ POP チョンにしたんですけど、それのタイトルにもあるポップっていうシリーズもですね、出そうと思います。で、全部今回はちょっと明るめ、にぎやか系で、原宿っていう場所もあってですね、そういうシリーズにしました。なので、風景画とかね、ちょっとおとなしめのやつとかは今回は出さないんですけど、ちょっと今までのとは変わった感じの展示になると思うので、新しい感じの作品たちを見てもらえたらと思います。ちょっとキャラ系がね、多いかなって感じですね。なので、皆さん見たこと、まだ、インスタとかで見てるかもしれないですけどね、本物、原画を見てないと思うので、本物のね、アルパカちゃんを見に来てください。で、オープニングパーティーはですね、最初、初日が4月の12日の金曜日なんですけど、13日の土曜日にオープニングレセプションをしようと思います。で、一応今ね、時間まだちょっと確定しないんですけど、多分昼過ぎぐらいから早めにね、ちょっとやると思います。で、私は終日、その日はオープニングレセプションの日はね、いると思うので、ぜひぜひ皆さんお越しください。で、その2週間あるのでね、他の日も在廊をちょこちょこしようと思うので、もしタイミングが合う方いたらですね、ぜひご連絡いただけたらと思います。もちろん、ちょっとこの日は在廊しますっていうのも、インスタとかツイッターの方で告知をさせていただこうと思うんですけど、それじゃない日も行ける時はあると思うので、この日行くんだけどっていう方がいたらですね、ご連絡いただけたら嬉しいです。ちょっとそれに合わせていけるんだったら、在廊しますので、お声掛けください。はい。で、あと、最初の初日ですね。初日の金曜日はいると思います。初日金曜日と、次の日の、オープニングレセプションの日。で、次の日の日曜日も、入れたら在廊しようと思ってるので、よろしくお願いします。はい。で、オープニングレセプションの時に、できれば、ライブペイントとかしようかなって思ってます。ただちょっと、もしね、来てくださる方が多かったり、
したら、ちょっとお話とかねしながらと思うので、何書こうかな。ちょっとね粘土も作りたいんですけど、その場でどんな感じに作ってるのかっていうのを見てもらいたいけど、粘土作るとめちゃめちゃ皆さんこの YouTube 見てくださってる方は分かるかもしれないんですけど、めっちゃ手汚くなっちゃうので、それだとね困るので絵にしようかなと今思っております。はい、なので皆さんぜひ来てください。で、そのね会場がなんか一軒家みたいなところなんですよ。1階と2階があって、本当ねお家みたいな感じになってる会場なんですけど、なので多分靴を脱ぐことになると思います。いつもね靴脱いでるんですよ、まあ普通に家だからね。なので皆さんちょっと脱ぎやすい靴がいいかなと思います。はい、脱ぎ履きしやすい靴で来ていただけるといいかなと思います。はい、でもちろんそこで絵の購入とかその作品アルパカちゃんとかの購入も可能ですのでですね、もし気に入った作品があればご購入いただけたらと思います。あとは、グッズをですね販売する予定ではありますので、またそれもですねインスタの方とかでお知らせさせていただけたらと思います。もし例えば遠方で来られないんだけどっていう方でもちょっと作品ちょっと見たいなっていう方がいたらですね、そこの期間中は、開催の期間中はそこのですね EC サイトで販売する予定でありますので、そちらでも見れるようになってますのでね、それも告知したいと思います。私のインスタでもね載せようと思うので、ぜひぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、みんな来てくれるかな。原宿だからね、結構都内の人はちょっとこう出やすいところだと思うんですけど、場所が場所なんで電車でね来る方がいいと思います。私は搬入のために車で行ったりとかしたんですけど、ちょっとね駐車場が少ないんですよね。で駐車場が何コインパーキングだとちょっと少なくて、ちょっと、少ないというかちょっと遠かったり、まあ歩いて行ける距離 2,3 分の距離ではあるんですけど少なかったりしたり、近いところで言うと路中の60分パーキングあるじゃないですか、300円ぐらいのやつ、あれは結構あったりするんですけど、60分だから、まあ、1時間ねいてくれるかは分からないんですけど、1時間以内に帰るっていう方はそれでもねいいかなと思います。それがねもしかしたら場所的には一番近いかもしれないです。60分のとこがね、なんかお店の間をその止めて道があってお店の間をギュッと入って登っていくともうすぐね着くんですよ、会場に。なのでもし車で来るっていう方は最初にどこに停めるかを決めといた方がいいかなと思います。で歩きじゃないや電車の方はちょっと、駅から10分ぐらい歩くのでですね、それを覚悟できてもらえたら嬉しいです。はい、ということで、これを見た方行くぞっていう方はですねぜひぜひご連絡いただけたら嬉しいです。はい、ではまあ他の質問もねお待ちしておりますので、ちょっと今気づいたけど手が赤いのはこれはね怪我じゃなくってチョークの色ですので心配なく、これね落ちてないだけです、ピンク色がね。はい、ということで、何か質問などあればコメント欄にも残してもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でバイバイ、みんな来てねー。